山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。野々市の旧北国街道にある六日町カフェ、田中陽子さんにお話を伺いました。田中さんは野々市生まれ。小さい頃は野々市の旧北国街道沿いにはいろんな店が立ち並び、にぎわっていました。地域の皆さんとも仲良くしていました。田中さんは石川県の中でも地域によって話す言葉が違うことに気づき、ずっと野々市弁を話していこうと思いました。家業のきな粉の製造の仕事を受け継ぎました。大豆を入り、焙煎したきな粉を製造し販売しています。東京をはじめ全国のセレクトショップにも置いてあり、人気があるそうです。野々市の旧北国街道沿いの電柱が地下に埋められた時に、空の広さを改めて感じ、この通り沿いの皆さんが喜ぶことをやりたいと思いました。年を取って買い物や出歩くのは大変なので、歩行者天国にして昔のようなにぎわいのある市を開こうと、北国街道一の市を企画して開催しました。人との交わりで教えられることも多く、たくさんの笑顔に触れることができました。田中さんは人との架け橋になれたらと、旧魚住家住宅野々市郷土資料館で毎週土曜日日曜日に六日町カフェを開いています。野々市の言葉でこびりは休憩のこと。六日町カフェで田中陽子さんのお話を聞いたり、歴史を感じる空間でこびりをしてみてはいかがですか。ランチもしていますよ。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。